はーい、皆さんこんにちは、のぺです。信長の野望大使やっていきますでしょう。さあ、前回で第一次羽柴攻略戦が終了しました。で、結果がこれ。もうほとんどの羽柴秀吉の領土を削ってしまったね。これは秀吉様の青ざめた表情が目に浮かぶ。で、こっからどうしましょうね。まずは、秀吉様を滅ぼした後、毛利家、大友家で島津家といった感じかな。長宗我部家はね、今同盟組んでるんで、これからも仲良くしていこうと思います。では、秀吉様と講和が解けるまで待っていきましょう。よーし、やっていきます。さあ、これで、はい、表情でございます。で、今、流行り病があるんだよね。で、前回で私、伊達政宗が征夷大将軍になりましたからね。征夷大将軍、なんて響きのいい。で、次はじゃあ、この統制不足を取っていきましょうか。多分、ポイント的には大丈夫なはず。商業と軍事。はい。ピッカーナイス徳川家康。そして、直江兼続からの、じゃあ、伊達政宗で。はい。オッケー。さあ、ここで取れるね。じゃあ、統制不足取りましょう。部隊の攻撃力上昇中。うん。さあ、これ以上攻撃力が上がってしまうのか。さあ、では、これでいきましょうかね。はいよ。ご命令を。さあ、それでは同盟も結んでいきましょうか。じゃあ、まずは、長宗我部家。婚姻締結。じゃあ、伊達阿南ちゃんを、婚姻させましょうか。年齢55歳。すいませんね、本当に。じゃあ、向こうは、じゃあ、森近にしようか。はい。さあ、お願いしますね。かしこまりました。で、役職授与もできるが。で、浮竹もじゃあ、1年。かしこまりました。同盟結んでおこう。はいよ。さあ、で、長宗我部家が、あ、浮竹に戦を仕掛けた。これはまずいな。これはじゃあ、とりあえず、長宗我部家行くか。しまったな。で、浮竹との交渉が情勢の変化によりね。で、次は元近さん。やめて、姿勢知らず。これは浮竹終わったな。で、長宗我部家との婚姻終了。オッケーオッケー。さあ、で、まずは、長宗我部家と浮竹が戦いあって、これは長宗我部勝つよね。これはまずいな。さあ、で、明石武則さんが出てきた。はい。まあ、無理だ。無理だ。これは取られてしまう。秀次事件。ここに来てね、うちはもめ。羽柴家に鋭い緊張が走った。羽柴秀次が羽柴秀吉に謀反の疑いをかけられたのである。秀次は秀吉に釈明を試みるも、謁見はおろか、登場さえも許されず。高野山へと向かうよう命が下された。高野山に入った秀次になすすべはなく、ついには切腹に至る。金吾が羽柴を追われし時は、人ごとと鷹をくぐっておったが、よもや我が身にさらなる渦が降りかかるとは、己のおごりがゆえのことか、あるいは、摂政関白、その乱行ゆえに秀次はそうあだ名されたことも言われているが、死に追い込まれた確かな理由は今なお明らかになっていない。秀次がその生を終えるとともに、ことは収束に向かうと思われたが、むしろ席を切ったように次々と悲劇が生まれた。誠にそのようなことを。何も言うな。ただわしの言うが通りにせよ。殿下。秀次は命を奪われるにとどまらず、首を三条ヶ原にさらされるという苛烈な罰を与えられた。さらには秀次の一族郎党も処断され、大名の中にも蟄居や謹慎などの処分を受けた者たちがいた。秀吉が下した重い罰は多くの者たちにのしかかり、やがてその圧は反感に変わり、羽柴に跳ね返ることとなるのである。今そんなことやってる場合じゃないでしょ。はい、当家に従属している柴田家ですが、家臣として取り込んではいかが。いいね。やったー、この時が来たぞ。やったね。すごいな。でもちょっと武将が、そんなことないか。強い人も多いわ。磯野和正さんね。で、あと、お市か。お市結構能力高いんだよね。やったー、オッケー。やったぞ。さあ、まずはここ。浮竹と長宗我部家はどうなるかな。さあ、羽柴家と講和が解けたら私たちも攻めていこう。で、羽柴家と沖竹が戦いだった。これはまあ、不参戦で。とりあえず見守ろう。乱世はさあ、秀吉様が動くぞ、大盤振る舞いか。で、長宗我部家は、浮田家の領土1個取っただけか。で、秋になって兵糧がめっちゃ入るよ。さあどうだ、67万すげえ柴田家吸収したからか。で、現在、そうだね、橋場家には攻め入ることできるね。じゃあ橋場家攻めていきましょうか。さあそれではもう1ヶ月様子を見ていこう。表情で軍事ポイントを稼ぐ。で、浮田家がやられたか。長宗我部家がで島津家に戦を仕掛けたんだ。じゃあこれはもちろん長宗我部を応援しましょう。頑張って元近。さあでこれはやっぱりな、浮田家が橋場家によって保護された。つまり今から吸収された浮田家とも戦わないといけないっていうことだよね。で次は毛利家に戦を仕掛けた。大丈夫元近、そんな一気に2勢力に攻めちゃってちょっと無謀なんじゃないかなと思うな。報告いたします。先月のではでは表情やっていきましょう。表情、さあで新しい法則提案いいね。じゃあ次はさあまずはじゃあ全員の力とかも取っていきたいな。で商業ポイント全然ないもんね。商業と軍事、はいピッカーナイス。もっと近じゃなくて最上義明、そしてこれは誰、前田利家だ。おおすごいね。じゃあ、伊達政宗で、直江兼続。はい。これにて表情。さあ、で、まずはじゃあ、商業港貿易。商業港が貿易港化。これなんか意味あんのかな。で、善意の力か。そうやな。じゃあ、商業港貿易。これやってみましょうか。さあ、まあ、こんなもんでいいでしょ。あー、で、ちょっとポイントがなくなっちゃった。しまった。やってもうた。ご命令を。ちなみに対面はまあ使わんでもいいか、多分楽勝なはず。さあそれでは橋場家攻めていきましょうか。さあこれで滅亡させるぞ。いくぞ。我が道を阻む者値切りにするのみ。秀吉など一息決着してくれるよ。パート2、戦はつかぬがやむをえんか、皆の者を思い思いに手柄を立てよういや内側がごたごたなの私知ってるからね。あで元近ありがとう。で武田家もありがとう。で笠井家もありがとう。で、武田家従属できないかな。で、兵糧28000。素晴らしい。OK。じゃあ、従属。あー、できんか。やっぱ勝つよりは強情だな。じゃあ、とりあえず役職を上げよう。これで、ちょっとなびかせる。じゃあ、万所執事上げよう。はい。かしこまりました。さあ、では、まずは、じゃあ、どこ攻めていきましょうね。さあ、じゃあ、まずはここ行きましょうか。ここはね、相当戦場上限。いい感じで戦える。じゃあ、この隅城。はい、行くぞ。さあでは次はじゃあこっち。こっちもいい感じで戦えるね。で向こうヘトヘトだなかわいそうに。じゃあ姫路城行くぞ。でもう一部隊ぐらい送ろうか。じゃあこっちからは13000。じゃあ26000。OK いいね。さあでもう一部隊ぐらい送れないかな。59000か。じゃあとりあえずここに集めてからのここ行こうか。さあ、こっち行くぞ。はい。さあ、行くぞ。総勢何十万。多分ね、20万ぐらい集めたな。素晴らしい。さあ、向こうも一息も、そう、一息もあるまい。で、長宗我部家が、あー、秀吉宣伝したか。力を貸してやろう。そう、どさくさに紛れて、領土を広げようとしている。みんなで、秀吉様が、さあ、足利青年。まあ、私たちは何も使わなくても大丈夫だと思うけど。で、とりあえず、秀吉様が到着。で、長宗我部家がそこを攻めるか。わかった。はい。さあで、武田家が役職を10、了解。頑張ってね。で、長宗我部家と島津家が戦やった。これは、長宗我部家勝った。強いなぁ。こんなイケイケなんだ。で、ここ。はい、戦場は狭く、勝敗の行方は分かりません。直接決戦を取りますか。もちろん。さあ、頑張りましょう。はい、この隅山の戦い。徳川家康 VS 橋場秀吉。あーで、これはなかなか夢の戦いだね。でも兵数は私たちの方がめちゃめちゃ上。さあ、これは圧勝したいね。さあ、行きましょう。はい、開戦この隅山の戦い。さあ、頑張りましょう。今回私は、のろし、奈落、鉄砲水がございます。で、向こうは、のろしと砦だね。了解しました。で、金もあるか。さあ、できる限り早くこののろしを潰していこう。じゃあもう前でいっちゃおうか。はい。さあでとりあえずでこっちね。さあまず鉄砲。さあでじゃあこの砦を壊そう、はい、これね、はい、さあ鉄砲で圧倒してもいいから、はい、鉄砲でこっち鉄砲ね。さあでここうずるいがあったか厳しいね。さあのろしを潰すでまず一部隊でちょっと雪村の士気がやばいかと思ったらそうでもなかった。さあで統制部族を取ったことによってめっちゃ攻撃力が上がってるね。さあ頑張れ頑張れ。さあでこっちはどうなるで奈落何すごいな、罠がめっちゃ置いてある。やっぱり侮れんな。さあ鉄砲、はい、さあでこっちから来た。じゃあこの鉄砲水を回復できやがった。でこいつは食らうか。ここはいで鉄砲、はいでのろしは潰した。はい、じゃあ鉄砲ね、はい鉄砲で鉄砲。さあでちょっと命令ができない。頑張れ頑張れ。鉄砲ね、はい。さあで鉄砲、さあ鉄砲、はい。さあ撃て撃て撃て撃ちまくれ。さあでまずはでここああゼミすごいなめっちゃ仕掛けてんじゃん。さあでまずはこう、さあまずは一部隊撃破でちょっと小十郎がやばかったやるねやっぱり。で佐竹さんもやばい。ただみんなちょっとこっち来てこっち来て、はいこっちね、はい。さあこっちな、はい。さあ前出るんだ。ガシンショタンいる、はい。さあで采配、じゃあ采配やろう、はい。で佐竹さん戻って、はいでこいつ、はい、こいつは取るぞ。はいこうね。さあでめっちゃ減ってるもんな、すごいね。また奈落がある、すごいな。オッケーオッケーナイス出ました。でとりあえず鉄砲、はい。さあでとりあえず私たちの部隊は死なないようにしていかないとね。さあでかかるかな、かかんねえがすごいね。やっぱこれまでの私たちじゃないみたいな、すぐご利用していけるもんね。でまず一部隊壊滅で次はこっち、はいで鉄砲、はいでこっち鉄砲やな。さあでよし鉄砲鉄砲、うん、さあ食らわしたね。さあでこっちいいね。じゃあ鉄砲、はい。じゃあ鉄砲浴びせかけろ。さあ頑張れ頑張れ。さあまずはよーしかかった鉄砲水。さあこいつを包囲するんだ。じゃあ采配、はい頑張って。さあ一気に詰めろんだ。頑張頑張恐ろしいなこんなに頼もしくなっていたとは。さあでは次はこいつだね。でもう士気も下がろうとしている。士気も何もあったもんじゃないよね。オッケーナイスで次は飛龍様だね。はい鉄砲。さあさあ玉砕しに来たのかな。オッケーすごいな、もう圧勝の圧勝だった。さすが徳川家康。天下征筆、うん、被害も全然少ないもんね。オッケーまあ戦場上限私にだいぶ有利だったからね。うん。で、この人をじゃあ捕獲。ああ、池田輝正だ。はい、逃がしてあげるよ。どうせすぐ仲間になるんだから。はい、この隅城到着。ここは、包囲38日。大砲はじゃあここで。うん。さあ、行きましょう。さあ、で、赤いテルコがなくなっちゃったか。テルコさん。当家に従属している火災機ですが、家臣として取り込んでいいね。最高オッケーいいね、いいね。めちゃめちゃ多いな歌詞がめっちゃ多いで、あ津軽為信さんがいるのが素晴らしい。オッケーやったーで大将権形成やったね。さあもうこの辺一帯の証券は私たちがもう独占しちゃってる。もう儲けるのなんの。さあこれではい東北地方統一でございます。オッケーおめでとうおめでとうございます。はい、伊達政宗が東北地方を統一した。家臣たちと天守へ上がった政宗は眼前に広がる両国を見渡す。政宗様、欧州を手中に収められるとは実にめでたきことにございます。本田正信が。日の本広しとはいえ、殿に歯向かえる者はそうおりますまい。天下まであと少しですな。喜び浮かれ、陽気に語る正信に目を細めた正宗は、気のない返事を返した。これからが正念場よ。我が志果たすその時まで、決して歩みを止めてはならぬ。皆がこれまでの労をたたえ合う中、これから相見えるであろう宿敵、正宗は思いを馳せるのであった。もうほんと東北を統一って悲願だもんね。いや、おめでとうございます。さあ、それでは行きましょうか。その前にじゃあ、長宗我部元親にも、じゃあ役職をあげよう。そうやな。じゃあ、関東関連。四国に住んでるのに、あれ、関東関連になりなさい。さあ、橋場家攻めていきましょうか。行くぞ。はいよ。さあ、で、ここが、関名里と罠の勝ちはいけません。はい、じゃあ、やりましょう。このようなやらなかったんかい。だって53000対300だよ。すごい勇気だな。かっこいいな。すげえ。なんか300っていう、スパルタの映画みたい。じゃあ、ここは強攻72か。じゃあ、この辺大砲で狙っていきましょう。はい、行くぞ。はい。で、次はどこに行くなる？すごい、どんどん、長宗我部家も攻めてきてるからな。早くしないと。で、長宗我部家と毛利家が戦った。これは、長宗我部勝った。すごい。9万対7万7000で勝ったんだ。すごいな、どっちもすげえ。で、よし。で、室戸城落としたね。オッケー。さあ、では、いやー、加藤清正が、うちに下ったか。まあ、仕方ない。もうこれは攻められない。はい、じゃあ逃がしてあげるよ。さあ、ではこっち行きましょう。行きます。もうなんだったら今、毛利家攻めたいもんね。さあ、行きましょう。はい。出陣します。さあ、行くぞ。はいよ。さあ、で、こう、長宗我部家と、橋場家の細川忠興が戦いだった。これは、長宗我部勝つよね。うん、そりゃ勝つわ。さあ、では私たちもうかうかは知らない。で、長宗我部元親が関東関連を拝命した。本当に、どうすんの？で、室津城じゃなくて、ここは、天神山城だね。到着。じゃあ、方位130日。うん、はい。で、交渉できないか。さあ、引き続き攻めていきましょうか。頑張りましょう。はい。さあ、で、この隅城ね、落とした。オッケー、ナイス。オッケー。さあ、で、この二人捕獲して、はい、逃がしてあげましょう。さあ、では、徳川家康さんは、じゃあ、こっち行きましょうか。はい、羽生市場かな？確か羽生市、上市場だ。全然違った。ごめん。恥ずかしい。で、鳥取城到着。方位98日か。交渉できないかな？できないか。ちなみに、こっちはどう？もうすぐ、交渉できる。あー、交渉できるか。もうちょっと待とう。で、こっち、はい。こっちは？まだ交渉はできない。はいよ。さあ、頑張れ、頑張れ。で、こっちも大将権形成。ナイス。素晴らしい。すごいな。もう一大将権になったね。素晴らしいぞ。やった。さあ、引き続き攻めていきましょう。はいよ。さあ、で、長宗我部家がどんどん迫ってきてる。長手を使いのものが来ておる。了解。これは、わからんな。簡易、三義の銃。はい、じゃあこれ買いましょう。はい。さあ、で、こう、落としたね。羽生市、あ、じゃあ、上市場だ。で、冬姫ちゃんを、はい。捉えて、で、逃がしてあげよう。っていうか、徳川家康の娘さんだよね。確か。秀頼の嫁。じゃない。そうだよね。うん、秀頼の嫁。さあ、では、こっち行きましょう。さあ、八幡城。さあ、長宗我部家に先を越されるな。頑張ろう。で、そろそろこっち。交渉できる？できないな。まだかかるか。こっちは？こっちは交渉できる。よし、じゃあ、交渉していきましょうか。はい。さあ、どうなる？はい。で、八橋城じゃあ、矢場瀬城だったかな。標高64日。はい。確かね、そう、矢場瀬城だ。危ねえ、危ねえ。じゃあ、とりあえずここは水攻めにしとこうか。はい。さあ、いたずらに兵を死なせてはいかん。で、姫路城落とした。ナイス、オッケー。オッケー、オッケー、ナイス。で、めちゃめちゃ捕まってる。すごい。さあ、では、全員逃がしてあげて。で、誰か亡くなったな。で、毛利家もね、攻めようかなって思うから、じゃあ、とりあえず、重実は、うん。じゃあ、こっちの方、向かわせましょうか。とりあえず、こっち。こっち、はべっててください。さあ、行くぞ。はいよ。さあで元近、ああ失礼しやつ、うんそれ好きやな。さあで交渉か、はいお願いします。じゃあ北条氏政行ってきてね。はい、私は伊達家の北条氏政でございます。橋場家当主橋場秀吉である、あ存じ上げております。任意投稿、はい、ああいいのか、やったやった、オッケーで誰も投稿してこなかったっていうね。さあでは天笠さんはじゃあこっち、じゃあとりあえずこっち行こうか。はいよ、さあ残り2つ、はい、さあどっちが早いで、ここ毛利家と長宗我部家が戦いだった。これは無理だろう96,000対、11,000。あ長宗我部勝った、強いすごいな、どんなミラクルを起こしてんだ。で山瀬城、うん水攻め完了、オッケー。さあどんな感じだったら私もう攻めちゃおうかな。いやちょっと待って待機する。さあ待機しておきなさい、兵糧は大丈夫だから。さあそれでは行きましょう。直江兼続天神山城、ここはね交渉できるから、じゃあ交渉やっていきましょうか。はい、さあでは行きましょう。さあ今から攻めたいけどな、ちょっと待ちましょうか。まあだったら騎乗した方がいいか、いやとりあえず待っておこう。で交渉、じゃあ直江兼続決めてきてくれ。私は伊達家の直江兼続、そして太田裕次、どうも。さあでは城主投稿、はいオッケー、やった太田裕次がこっち来た、オッケーありがとうございます。で直江兼続23,000はちょっと厳しいかな、じゃあ騎乗させる、はい退避する。さあであとは山瀬城を残すのみで、島津家と長宗我部戦いだった。これは島津家勝つか、やっぱ強えな。で山瀬城落としたね、オッケーナイス、オッケー。はい、1596年3月、橋場家は伊達家によって滅ぼされました。天下を決めの戦いは私たちの勝利だ。オッケー。うわ、すげえな。もうとんでもねえメンツがいる。うわうわうわ、すごいな。やったね。ようこそ。オッケー。さあ、ではじゃあ、こっからは毛利家も攻めていきましょうかね。はい、今回はここでご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よしかチャンネル登録、高評価お願いします。ペンさん、ハロー。